ごきげんよう、リオロスです。雅にウグイスでも飛んでこないかな。それでは本日も刀剣乱舞無双をやっていきましょう。ウグイスでも飛んでるか。さて、前回第3部隊のお仕事も終了しまして、今回は第2部隊、出陣していきましょう。よろしくお願いします、河川さん。はい、わかった。はい、わかった。そう、牛みたいな角の。あ、神戸。厳しいな。これが今回の調査。なんかテレビ見てる。いいなそれ。ですか。本当いいな、そのテレビ。黒田勢が武装して筑前に入国したというところまでは事実なんだよね。はい。ですが交戦に発展したという記録はありません。時は慶長6年、関ヶ原の戦いの1年後です。関ヶ原。黒田勢がここで毛利と島津に滅ぼされたら歴史が大きく変わってしまう。いや、またボス倒せばいいんでしょ。火が大きくなる前に手を打つべきだろうね。あの政府のどんでん返し。大丈夫かな。第三部隊の報告聞いたでしょ。ナマズさんの髪の毛すごいな。世界の崩落のことだ。不安は私も皆も。それセット大変そうだな。それでも今はやるべきことをやる、そう決めただろ。相変わらず色鮮やかな瞳を持ってらっしゃる。12。大丈夫さ、うまくやろう。話はまとまったかい。面影。あ、同行してくれないか。毎回行くの。この調査については僕たちより詳しいだろう。もうずっとこっから面影さん行くの。ああ、働き詰めじゃん。いいの、前回ラスボス倒したばっかりだけど。ん、義手が検出されました。はい、これは関ヶ原の戦いにて活躍を認められた黒田家は、はい、領地として筑前を与えられます。ほう、めっちゃ怒られてたのにね。大丈夫の大軍が入っていくのは生死の通り。しかし時間素行軍の介入で大きな戦になっていますね。もともと地元商人は黒田家を歓迎してなかったのに、そこに毛利や島津も立ち上がって黒田兵と乱戦か。時間素行軍の干渉を受けた中核の人物がいるな。またそれを見極めなきゃいけないんだな。毛利や島津は怪しいんじゃない。もうそもそも黒田は官兵衛はもう抜けちゃってるんだよね。しかしまた新たなやつが。断定はまだ早いのでは。ああ、そうなると一連の流れを止めるのが最優先でしょうか。とりあえず一面は楽でしょう。一面は朗報です。武前小倉を新しく領地として与えられた細川勢が近くにいます。細川勢を手伝うの。じゃあ今回は細川勢の救援を選ぶ。救援、流れを変えられるかもしれません。僕らが救援をいただくの。細川忠興様。お、元主じゃん。あの方がすんなりうなずいてくれればいいのだけれど。ほう、新たな流れが検知されました。はい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 、未解析戦場じゃん。ワンステージ目からやめてください。関ヶ原の戦いの後、黒田長政の筑前入府をきっかけに九州で反抗勢力が決起、大規模な戦いが起きてしまう。史実ではありえないこの戦いで黒田長政を救うには細川軍の協力が不可欠だが、両家には確執があった。細川忠興に文を届け、黒田軍へ協力を取り付け。文を届け、一体何を言ってるんだ。誰が書くんだ。誰が書くの。河川さん書くの。細川忠興は、君の前の主でしょう。気になるのでは。気になるよね。まあ文句は言わずに任務に励むよ。さすがです。僕だって主から第二部隊隊長を仰せつかっていた身なんだ。ああ、そうか、もう主疎開してるんだもんな、今。面影にもついてきてもらっているしね。5人か。戦いを見ていて気づいたことがあれば情報の補足を頼むよ。ご不利で行くのか。随分大所帯になったな。あ、これまでの調査の流れは肌で感じている。私でよければ助言しよう。最後もご不利第一部隊に入るのか。心強いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで
第二部隊の初仕事は細川忠興に黒田家の救援をお願いするお使いってことかな。ヒューガ君目おっきいな。言っておくが、忠興様は黒田親子から無礼を働かれていてね。ほう。彼らを憎んでいるんだ。それじゃあ嫌いな相手のために兵なんて出してくれないんじゃないですか。そうそう、こういう時でもアクションが大きいな。だから僕が代わりに心を届け、心を届けよう。黒田家からの詫び状及び救援願いとして文を書くよ。ほう、黒田家からの詫び状。ああ、じゃあゴーストライター。河川さん、随分と大胆な行動に出ますね。生蔵さんも目が大きい。もっと大きい。なるほど。まあ驚いてるシーンだったからな。誠意を尽くした文で黒田家と細川家の仲を取り持つってところかな。できんのかいそれ。文で心を届けるか。ああ。そんな発想があるとは。まあ河川さんならではの発想だね。舞台によって取り組み方が違うのだな。そうですな。我ら第二部隊は隊長の方針で仕事にも雅を重んじますので。雅を重んじます、仕事にも。第三部隊の隊長は結構力ずくだったからな。うん。さて、まっすぐ行ったからな。第二部隊の名に恥じない風流な戦いを、風流な戦いができるかな。一応新技2つ河川さんに覚えさせてんだけど。あ、ゲストいませんね。じゃあこのまま行きましょう。河川さんと、ああ任せてくれ。1、2で河川、君の助けになります。君の助けになります。ああ頼りになる。はい、戦場情報。成功条件、細川忠興ふみへのふみの配送で失敗。ふみの配送失敗、どうすればそれ失敗になるんだ。それは分かってるけど、どうしたら失敗になるのかが分かんないぞそれ。とりあえず会えばいいってことじゃないの。上の道は閉ざされてるから下の道から行く感じ。え、なんだろう、左の方行く意味あんのかな。あれあるんだろうな、きっと解析戦場だし。行きましょう。はい。あ、目光らない河川さんも。なんかあんのかな。戦場はここか。はい。みやびさのかけらも見当たらない。みやびさのかけらも見当たらない。あー、確かにあれはちょっと雅じゃないね。海を届けて、あのごちゃごちゃ具合。細川忠興様を黒田の味方につけようか。え、なんでこんちゃんこっち行った。なんかあんのここ。両家の結託は時間差工軍には都合が悪いようですね。あー、なるほど。とりあえず倒していけど。細川軍の人が襲われてるみたいです。こけろ。お、かっこいい。こかし技かっこいいな今の。ちょっともう一回、もう一回見よう、もう一回見よう。こけろ。あれこけない。そして連撃、連撃。あー、いいな、確かにかっこいいな。なんかもう一回行こう。はいはいはい。すごい助かったぞ。全部急に城下に化け物が現れ、どうしたものかと。全部上から来てた。怪しい者どもが上から切る、上から切る、上から切る、上から化け物の仲間かもしれない。お、今忠興さんいたね。どこだどこだ。でどっち行けばいいんだ。あのおじいちゃんについていけばいいのか。ん？僕らは黒田の使者。うん。友軍として助太刀するよ。おお。黒田だと。無礼者が偉そうに。貴様らの手など必要ないわ。めっちゃ嫌われてるね。あ、怒って。閉じこもっちゃった。そこまでする必要ある？今話を聞いてもらうのは難しいかな。手伝うって言ってんだから、とりあえずそこまでしなくてもよくない。どんだけ怒られてんの。結構切られてますね。上から切る、上から切る。有効、そこの者、有効、手を貸してはくれないか。おお、手貸すよ。ちょ、いいなこの加瀬さんの上から切り、いいな。気に入りました。細川軍の武将を助けられたね。あ、よかった。これで信頼してもらえるといいけど。姿の見えない方がおられるようだ。お、誰かいる。ご無事であれば良いのだが。やっぱ西の方行かなきゃいけないんじゃないの。おや、まだ苦戦している武将がいるようだ。はいはいはい。ここまで来たら全員助けてこようか。了解です。ちょっとちょっと上から。おー、ブラブラブラ。上から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 。これいい。
なんか気に入っちゃった。そして足元を切る。こいつしぶといな。危ない。今後ろレーザービーム走ったな。お前か、お前か、今レーザービーム出したの。かっこいいな。打ち上げも何この円を描くような感じで空中で。はい、や力添え感謝する。これで兄忠興の元へたどり着けよう。お他の武将たちを味方につけなければ細川忠興の信用は。ああ、なるほど。じゃあさっきのところ神経質ここだな。疑り深い方だからね。周りから固めるのがいい手かもしれない、ね、こっちだな多分。こっちなんかあるもん、絶対なんかあるもん。こっちだろ、ここだろ、なんかいるだろ。うわ、すげえいっぱいいる。ちょえ、こいつらでいいの？もっと奥なんかいない？ほら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 、なんかいる、なんかいる。長政の命で参りました。あ、重い重い重い。お味方いたします。重い、めっちゃ重い、めっちゃ重い。ちょ雑魚減らさないと重い。あ、必殺技で減るかな。おとりあえず花をめでてから切ると。貴様への仕置きだ。仕置きです。そこ首を差し出せ。なんだかんだで力強い。攻めて雅に散れ。はい、攻めて雅に散れ。散らない、まだ半分、まだ半分。おお、広い広い。ああこれか。関西さん、この打ち上げはこう円を描いて雅なんだけど、この連撃は なんていうかもう力技って感じがする。でもこれ好きです。この力技大好きです。はい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 。危ない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 。ジタバタジタバタ。これでとどめだ。あんまり距離出ない。これあんまり距離出ない。はいはいはい。どい。救援助かりましたぞ。おい。黒田と細川の絵にし。お。切れるものではないようだ。やったぜ。信用してくれてよかった。戻んなきゃダメかこれ。さっきの頑固な人もこうだった。頑固な人。頑固な人。者とは有吉殿のことですかね。お。私が言って聞かせましょう。あ、説得してくれるおじいちゃん。しばしご同行。やったぜ。これでフラグ回収か。あ、まあ、ザコはいい、ザコはいい。で、どこにいるんだっけ、さっきの人。ここか。非常に熱き黒田の精鋭が援護に来てくれたぞ。来たぞ。門を開けられよ、有吉殿。有吉。松井殿が言うなら、死を置いてもいい。あっさり手のひら狂う。開門する。おじいちゃんの、うん。で、こいつを助け、おーでもお前こいつ相手にしてたの。化け物たちからお助けしますよ。お前よくこいつ相手にしてたの。いや、その潔さすごいと思う、うん、よくこんなのいる中で扉閉めたね、あなた。ほらほらほら、いやいや、火力あるな、これ本当に。見た目通り、危ない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 。よし、チャンスチャンス。背中がガラ空きです。どこへ。これダメだ、気に入ってしょうがない。見た目的には単純なんだけど、なんか楽しい、これ。はいはいはい、はい、え、苦戦してますって、どうすればいいの、どうすればいいの、それは。苦戦してますって言われても、うちもちょっと苦戦してるんだけど。はいはいはい、もう危ない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 。これ距離出ないのが問題なんだよな。あんまり歩いてくれない。とどめです。最後の切り方はちょっとかっこいい。左手がちょっと開き気味に出すのがちょっといいな。これ。あ、右手か。あ、河川さん左利きか。逆だ。いや、右だよね。あれなんだ。最後だけ持って逆だった。もっと簡単だったのに。頑固だな。本当だよ。全くだ。全くだ。主の佐賀が映ったのかな。うわ、いっぱいいる。なんか敵も味方もいっぱいいる。わけわかんない。お助けする。首を差し出せ。首あった。あ、あるあるある。あ、いいね。せめて雅に散れ。バッチリ入ったな。え、さっきどうだったろう。ちょっともう一回見よう。あーっと。ちょっと待って待って。自分の将を全て救ってみせたか。おう、あの者たち
定の戸ではないよ。不定の戸ではないよ。あ、やっぱ最後左手で切ってるよね。うん、普段右で持ってるけど、そうだよね、普段右で持ってるけど、この連撃やるときは最後左手できるんだ。へえ。やばい、なんかかっこいいな。うん、で、あの、その狭いとこにいられんとさ、避けづらくなるからやめてほしいんだよね、その襲撃隊長さんよ。あい、あい、お、おじいちゃんがやってる。おじいちゃんがタイマーしてる。救援、感謝さ。お、あの戦ぶり、名のある武家のものだろう。名のありますよ。黒田のものにございます。我が主からの文。お、これで文成功か。長政殿の使いか。まあよい、お前たちの働きに免じ受け取ろう。やりました。でもまた脱がされました。一仕事終えた後の汗も風流なものだね。何としてでも脱がされない。であることを押し通せる世の中か。おう、なんとか脱がされないように行きたいんだけどな。バディ通撃は。話をする時間はなかなか有意義だった。お、話したの？この間に。ああ、絹糸持っとください。絹糸全然足らないんだよ。黒田長政の心中をお伝えいたしました。ほう、我らの働きはご信用に足りましたでしょうか。まあ、あんだけ助ければね。何人助けた結局。4人ぐらい助けたよな。若いな、結構。要請に応えよう。忠興さん、これより島津軍に向け兵を出す。あ、本当？割とあっさりいったな。護衛団、感謝申し上げます。ああ、案外うまくいったな。お疲れ様でした、河川。戦後のことはどうする？黒田家に根回しは必要だろう。あ、まあそうだね。うん。ですね。生死の範疇に収めた後、忘れずに対応するとしましょうか。範疇に収まるかな。細川忠興の救援で戦況は変わったようですね。演算開始します。これは。はいはい、うん、うん、これはやっぱりな。はい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 、ですよね。うまくいく方が珍しくなってる。やった、歴史の流れは少し変えられたよね。やってないよ。やってなかったよ今。ええ、ほっとしました。え、ちょっと待って、黒田家の孤立は避けられたのではないでしょうか。いいのかな今。思いっきりコンちゃん動揺してたけど。ただ毛利島津と黒田細川での形に変わっただけで戦いは起こってしまうんだね。ああ、とても悲しそうな顔をしている。あ、まだ生死の範疇ではない。争いを収めることを考えなければ。お、分かった。根本解決を図るとしよう。まずは歴史改変の核となる人物を探そうか。いやこの班は最初から仲いいな。前回が結構揉めてたからな、スタートから。すごい、みんなの意見も取り入れて作戦を実行する。歴史改変の核を握っている者がいるとすれば、うん、毛利か島津だよね。そうなの？じゃあもう分かってんの？両陣営を探りに。待ってください。お、黒田軍を攻めようとする動きが検出されました。黒田軍？時間素行軍も率いています。誰だよ。軍勢は不明。誰？毛利でも島津でもないようです。え、誰だよ。いきなり新手の登場。いや、あ、いいリアクションですね。予想外ですが、本命が絞れたと思えば。お、願ったり叶ったりですね。まあ、あっちから来てくれるんだろうな。うん、あ、この動きを読めたのは大きい。誰がこの流れを作ろうとしているか見定めてみせよう。現地で尻尾をつかもうじゃないか。いけるか。新たな流れが検知されました。核を握るもの分かるのかね。本当に細川軍の協力で黒田軍の孤立は避けられたものの、新たに謎の勢力による襲撃が検知された。毛利でも島津でもないが時間底軍を率いる人物、それこそが歴史改変の核を握るものと思われた。敵陣を捜索し歴史改変の核を握る人物を見つけ出せ。おお、ってことは、おわ、
いっぱいいらっしゃる。お国色さん、国色さんも負けじと来てくれました。さすがに長義さんは、うん、もう満足してくれたかな。どうしようかな、前回トンボさんも来てくれた時はトンボさんバックにしたから、今度トンボさんメインで国広さんバックにしようかな。うん、じゃあそれでいきましょう。トンボ切り参る。うん、レベルも低いしね、ちょっとレベル上げたい。俺なんかでいいのか。あ、いい、戦場情報すごい楽横道、あ、でもこういうの隠し横道ありそうだよな。あ、まあちょっと装備だけ変えていきます。あ、いらっしゃい。今は責務を果たすまで。光ってんね、やっぱり。主よ、見ていてください。トンボさん使うのも久しぶりだな。どうだったっけ、歴史改変の核を握るのは誰なのか。どうだったっけ、みんなで正体を突き止めよう。ああ、そうだそうだそうだ、打ち上げ強かった気がする。それらしき人物は見当たらないね。あたりをよく探してみようか。あたりをよく探してみようか。お、え、12、こういう茂みなんて怪しくない？茂みに隠れてんの？いい目のつけどころだね。お、調べてみよう。12得意の崖崩しやるか。え、これ、あ、やっぱり地図、ミニマップ当てになんない、このステージ全然当てになんない。あの方の近くには例の仕掛けがある。はい、そうやすやすと見つかるまい。誰だお前ら、いきなりネタバレしてきたぞ。例の仕掛けですか。黒幕の近くに何かあるみたいですね。そんな都合よくそんな会話する、君ら。そこで、え、もうこいつら奇襲しちゃっていいのかな。あ、いけないいけない、これいけない。わーい、あ、ダメだ、暴れても気づいてくれない。え、これは今のここはただヒント聞くための道か。やっぱ小道があるんだな、何かしらこうある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 。え、ここ実は結構広いぞ。あの方が見つかることはないさ。うわ、またあれだけの仕掛けがあるからな。また身を隠すための仕掛けか。からくりでもあるのかな。すげえ、味方かな、君ら味方かな実は。これ届きそうだけどな、トンボさんなら届きそうだけどな。届かないか、残念。なん、もうあいつらいいな、わざとらしく。ヒントをくれ。あ、こっちはあるあるある。何これ、何これ、毎回あるよ。次の指示が遅いな。うん、伝令は何をしている。ほこら、ほこらの近くにいたはずだ。ほこらね、なるほどなるほど。ほこらの近くに伝令兵が潜んでいる。いや、ちょっとさすがにさ、わざとらしすぎるよ今回。情報が集まってきましたね。いや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 、深瀬、次はどう動きましょう。これ罠じゃない、逆に。ここらに伝令がいると言っていた。逆に罠だろ。そちらを探りに行こうか。ほら、今度は。いいか、次の指示を聞き忘れた。確かほこらの近くに伝令兵が。ほこら。ああ、うっかりさんだ。ほこらに伝令兵って情報獲得ですね。なんだこれは。え、ちょ、ほこら、そもそもほこらどこよ。じゃあこれまた脇道あんでしょ、ほら。何これ。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。とうとうなんか出てきた。あ、そうだ、ずっとお手玉できるんだこの人。そうだ、ずっとこれができるんだ。あ、ちょっと軸ずれると浮かないな。ちょっと浮いたらもう。お手玉できる、これやばいよな。これ永遠にこう地面に落とさない。ああ、軸ずれちゃった。あ、倒した、倒したね。で、この先なんかあんの。あ、これは罠なんだ、さすがに5回目は罠なんだ。そっかそっか、まあそういうのもないとね、たまに。でもまだなんかあんな、ここもボスだけ。あ、ここは、ああ、いるいる、うん、いるいるいる。伝令はまだ来ないのか。ほこら、そろそろ。ほこらからならそう遠くないはずだろう。どんだけ伝令兵サボってんの。伝令兵サボりすぎだろここ。あ、ほこら、ここね。ほこらの近くに伝令兵がいるみたいだね。なるほど、どこどこ。ここも、あ、ここは入れない。こっちこっち。
痛い痛い。あの仕掛けはどのように解くのだったか。後で向こうの伝令兵に確認しよう。やばい。おや、おしゃべりなことだね。向こうの伝令兵とやらを探そうか。いや、この敵軍ちょっと無能が多すぎる。見つからないな。やばいな。かくれんぼがうますぎませんか。この場合探す僕らの。おお、なんかいる。お前伝令兵。お前伝令兵。とりあえずこいつ倒すか。あ、こんな狭いとこ。あ、しかも防御しないで。トンボさん砲撃ないの。トンボさん砲撃ないからやめて。うえー、何が当たった。この狭いところにこいつダメだ。こいつちょっと引っ張ろう。こいつダメだ。っていうか伝令兵だもんな。あいつ別に意識しなくてもいいんじゃないか。あ、伝令兵いない、伝令兵いない。やばい、なんか罠が多くなってきた。おとりは陽動が多くなってきた。ここじゃない。え、祠の近くどこだ。ん、こんなところに石像が。あ、しかもこれ動かせそうだ。無理に探す必要なかった。ヒューガ君が見つけてくれた。え、石像ってどれ。石像どのこと言ってる。これ、動かす。なになになに、今動かしたけど、なんかあった、なんかあった。え、動かしたけど何のリアクションもないよ。え、動かして、でこっち行けばいい。え、まだ動かす、まだ動かす、もう一回動かす。え、もう一回動かす。え、なにこれ。ちょっと待って、お前ら切るね。攻撃するボタンと動かすボタン一緒なんだって。お前ら切ろうとすると動かしちゃうんだって。あ、これか、これもこっちもか。これ向かい合わせにすればいいんじゃない、多分。ちょ待てって、お前らいい感じしろ。こら、動かすボタンとこれで向かい合ったよ、向かい合ったよ。ダメ、違う。あ、でも開いてんな、開いてるな。あ、罠じゃん。え、完全に、え、罠でした。完全に罠でしたね。まずは出口を塞ぐ敵にご退場願う。おう、ご退場お願いします。いいね、そのマッスルポーズ。手を糸を侮るな。はい。おう、かっけえ、ジャンプした。触れれば切れるぞ。触れれば切れるぞ。トンボかな。黙って両断されてもらおうか。黙って、あ、やばいやばいやばい。あ、この必殺はどうですか。ここで使っていいかな。どうしよう。ここで使っていいかな。ここで使うか。敵をつくぞ。分かっている。あ、いつの間にかマンバさんも脱がされてる。ほらほらほら、おいやー。あ、尋常ではない。あのお方どこ。あのお方にお伝えせ。あのお方どこ。あのお方、うん、歴史改変の核でしょ。探しましょう。きっと近くにいるはずです。近くにいる。え、こっからなんかまた抜け道があったりする。この先はもうないか。ないな、もうここは行き止まりだな。よし、あの方、やっとたどり着きましたね。さて、黒幕の正体は。え、あれ、どちら様。石田三成様。お、ヒューガ君の元主だに。状況を整理しましょう。おう、今は引きます。彼に気づかれないうちに。あれ、じゃあ伊達さんの時は大丈夫だったけど、今度お前に来たか。あ、終わり。え、いいんだよね、クリアだよね。充実した時を過ごせたな。あ、本当。それは結構充実してるのに。あ、よかった、調査完了だった。いいんだ今ので。結局あのぐるぐる回してたのは当たりだったのかどうだったかわかんないけど。そんな、うん、なんで。だってあの人は関ヶ原の戦いで
石田三成が生存していたとは、このような状況は解析されていません。また根本からおかしいってことじゃない。そうするとまた異世界転生するしかないじゃんこれ。先の執事、織田信忠の生存も検出されなかったな。ああそうだね。だとすれば一つの仮説が成り立つ。お、何でしょう。歴史改変の核が生死での個人である場合は、ああなるほど、計測不可能ということだ。なるほどね。その推測が正しいのなら、それではもはや歴史改変の核を握る人物は石田三成だと決まり、第三部隊と同じ顛末をたどることに。じゃあまた本当世界ごとをコッパみじんにするしかないじゃん、ボスを倒して。石田三成様、いきなりそんなんでいいの。この歪んだ歴史の流れを消滅させよってやつ。そうもうやれやれ、最初から手厳しい。もう土台から全部抹消するしかないっていうパターンだ。力技、政府の力技。はいはい。もう出んの早くない？早くない？第4部隊、第2部隊もうおしまい？はい、お疲れ様でした。第2部隊の初陣でしたが、もういきなり終わっちゃうのかないや、まさかな。はい、というわけで、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。思ったより重労働だな。本当だよ本当だよ